今日はおめでとうございます。ありがとうございます。今日は20運歳プラス運歳の誕生日なんです。はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、先ほどから1週間かちょうど。そうですね、今日何日？1週間じゃないわ、1日なんだから、うん、まあ、大体でいいです。大体今日は10日ですね。10日ですか、早いですね。もうそうですね、あっという間ですね。うん、そうですか。1月のこの10日間だけすごく無駄にした気がするよ、私は。無駄って言わないだって1ヶ月の3分の1も過ぎちゃったよ、ね。うん、年末のなんか残りと加えるとすごいですね。うん、休んでたわけじゃないけど、やっぱりスローだったから、なんかあっという間に何もしないまま過ぎた感じがする。本当のあれじゃない、ペースじゃないですね。うん、これでもだるいもん。完全に休んだらもっとだるいよね、多分。そうですね、うん、はい、はい、何の話したんですか。さっきの個室が気になるということで。あ、そう、個室が気になってね。この行くかというちょっとなんか、そうそうそう、個室みたいな、ほんのりした、はい、囲った場所があるので、はい、後でずっと気になる、見せていただこうかな。おっしゃっていい、はい、そう、家の中に一部屋、実は見たこともない部屋があったっていう夢をすごく見る。こういう不思議なことないんですか。ないです。お母さんだけ、お母さんが不思議なパワーだそうだ。あ、なんか地震の夢見るって、うん、小学生の頃からなんか地震の夢を見たら次の日すごい大地震なんだ。小学校の時にはなんかすごいすごい何、地震がわかるなんとかだねって近所の人に言われたとかって。実は先生もわかるんじゃないですか。あ、わかんない、わかんない、地震わかんないけど、うんうん、嫌な感じがわかる。嫌な感じとかはまあ分かりますけど、別に今回の地震とかはあんまり。でもなんか普通の人は足手まといだから来ないでくださいっていうのはすごく分かるんだけど、まあ、私だったらなんか物資を持って行ってくれるんだったら来てほしい、来てすぐ帰ってくれるんだったらやっぱり来ないよりは来てほしい、寂しいと思う。あ、まあまあ、心細いよね。というか普通に2日目3日目で順調に届いてくるとか、なんか誰かも言ってたけど、道路が4日目5日目でだんだん舗装されるとかってなってくるんだったらいいんだけど、今回なんかムラがあるみたいな、道路も直らない場所はずっとこのままだし、あと海上っていうのはなんか海側から入るルートが遅かったみたいなね。インフラがこんなに進んでいる日本において、土砂崩れはあれですよね。でもなんかこう変な話、阪神・淡路大震災から、まあ、3.11 から経験された方がいらっしゃるじゃないですか、うん、だからその時どういう気持ちだったとか、こういうことをしてほしかったっていうのがこう積み上がってはいますよね。だけど、まあ、そういう被災地の人がどういう気持ちかっていうのが分かる人が日本にたくさんいるというね、うん、ことが、まあ、良いことではないんだけど、救われる部分はあるかな。だって東日本も震災のことももう12、3年前、11年、2011年か、はい、だともう子供が知らない子がいっぱいいるわけでしょ、うん、そうなんだってね、うん、全然話違うけど、スマップのことも知らないじゃないんだけどそういう子が結構いるわけに なってくるから、そっか、ね、だから、うん、私ね、知ってる人はなんかあの頃のあれをだんだん元気になったみたいな感じになるけど、まあ、ある意味それで皆さんもう一回自覚して分かってもらうといいんだけど、でもそれこそさ、いつも戦時中の話して申し訳ないけどさ、戦争なんて大昔だと思ってたら、年は取れば取るほど全然大昔じゃないよね。なんかあなたたちは考えなくていいよっていう中で育ったじゃないですか、うんうんうん、これからは良いことしかないよってね、はいはいはい、だからあんまりおじいちゃんとかも戦争の話したがらなかったし、聞いてもね、あんまりこう
コツとちょっとずつしか情報を送れませんでしたけど、でもなんか大人になってから考えるとね、うん、母なんて戦後多分3年くらいで生まれてるし、年だって別にそれからせいぜい30年とかでしょ、戦後じゃないって考えるとさ、違いますついこの間のこと全て、そうだから、自分が生まれた頃って、うん、戦後がもう終わって落ち着いているような気持ちだけど、うん、でも年表じゃないけど、うん、見返ってみると例えば今の何10年前20年前で、うん、そんなについこの間のことじゃないですか、うん、ね、でもその頃は戦争終わっても落ち着いたねって雰囲気でいたけど、もう時代は入れ替わったくらいの感じじゃないですか、思ったけど、うん、みんな覚えてたじゃんそれだったら、うんうんうん、ついこの間のこと、うんうん、気分はねもう終わったからと思ってるけど、うん、ちょっと前のことでね、当時なんか、うん、でもそういうのを語る責任があるっていう人と、やっぱり語らせるのは僕らっていう考え方もあるし、そうだから今までみんな言いたくなかったけど、うん、やっともうなんか70代、80代、90代の人が今言っとかないといけないっていうのもなんか時々インタビューでね、はい、あったりするから、うん、まあ、そういうことですか、うん、難しいですね今のは、やっぱりそれをなんか録画してでも聞いておかないといけないですよね、知らないちっちゃい子たち。私祖母が亡くなる前にちょっと家に来た時にその戦争の話やっぱりなってね、祖父は戦争に行かなくてよかったんですね、技術があったから車を直す、行かなくてよかったねって言ったら、そんなことないって行きたかったって言って、やっぱり行けなかった人のなんか後ろめたさみたいにもあって、それをなんか録音した、昔のスマホに多分した、ね、どうしたんだろう、これ何やってんですか、やめて新しく下ろしたものに全部こぼすんだけど、どうしたなんかね、あれですよね、しっかりしてそうな顔して結婚するの私昨日もなんかこぼして、私ご飯食べる時で全身エプロンした方がいいかもしれない、うん、そうですね、うん、なんかタオルかなんか持ち歩いた方がいいんじゃないですか、それプレゼントしましょう、タオル、ありがとうございます、うん、おいしい、美味しいですか、うん、おめでとうございます。何ですかこれ、マッシュポテトって言ってたね、マッシュポテトでしょ、どう見てもでも何の風味だ、なんか爽やかな風味がする、何だろう、少し燻製、スモーク、そうです、あ、そう、うん、あ、美味しい、お魚じゃなくて、何、肉、お肉でしょついにお肉のお魚になってます、前回来た時、あ、美味しい、もう豚と鶏しか食べてなくて、最近これが豚ですよっていう、美味しい、ちょうど風味が、うん、あ、これが黒ごまの、そうですね、これが、うん、夢は見ないんでしょ、寝てないの、寝てるけど、うん、返事が返ってこないっていうなんか文字が並ぶ夢は見ますけど、本当？本当じゃないです。それが現実だと思います。悪夢？それが悪夢だと思います。そこから逃げるために一生懸命寝るんです。ひどいよ。一つ返事返せば終わる話だと思うね。追われてないよ。どうせ返事返ってこないから勝手にオーディションに応募してみました。すみません。どうせ返ってこない。SNS に載せると、うん、なんか即座に見つけてコメントが来る、そっちの方が返事が早い、早くない、もう SNS を見ない、これか、まあ、だんだんほら芸能界のいろんなの事務所の登録の話は聞いてるから騙されないから大丈夫です、あんなに身近に聞いてるんだから、みんな面白い話は世の中ない、まあ、と同時にそういう出会いとかね、まあ、タイミングっていうのあるんだろうなとは思いますけど、素敵だね、でもそういうのってなんか最近新年の本質とか作らないっていう
人もいるじゃないですか。うん、願ったからとか、その目標を立てたから叶うものでもないよっていう考えもあるんじゃない？どう思いますか？芸能界を見てきたものとして。芸能界じゃない、音楽界。努力と才能と運。いや、運でしょ。運が大きいんじゃないですか、もう。80ぐらい。こんなになってたの？そうそうそう。そう？運が違うんじゃないですか。でも、それこそさ、今この地球に生きてる人ってみんな誰かの祖先じゃない、先祖じゃない。で、いい人も悪い人も、運がいい人も悪い人もみんなひっくるめて今まで生き延びてるわけじゃない。でみんな生き延びてる時点でラッキーではあるじゃない。まあ、考え方いろいろあるの、姿勢を。なんかそう考えるとさ、何が幸運で何が不運か分かんない。みんなある意味ここまで生き延びてんだよ。そうそうそう。ラッキーピープルじゃないか。だから全部が奇跡じゃないですか。そうでしょ。事故に遭わずに、大きな病気にもならずに、スルスル仕事するって、スルスルね、抜けてきてるっていう人のわけじゃないですかね。なんかそれのことにまず感謝した方がそうですよ、いいよね。でもさ、高みを目指さないとやっぱり上り詰められないんじゃないの、その一部の成功者は。あ、まあそうなんです。芸能界でも経営者でも多分ちっちゃくまとまっててすごいそのトップの人にはなれない気もするよね。そういうのないんですか。ないです。ニューヨークで収録するとか夢としてあったの、それとも。ああ、言ったら叶った。今度何がしたいの、今度ニューヨークに来たら何がしたいのって言ったら、じゃあそうしましょうって言って、次何ヶ月か後に行くときに、そうやってセッティングしてもらえた。まあ、お金とかね、そういうのはあれなんですけど、だから奇跡、奇跡ですね。私にとってニューヨークに行くと奇跡が起こる。最初に行き始めた時はどうやって行ったの？それもこっちでそのなんか、ああいうライブハウスとかでなんか何曜日にみんなでセッションしましょうみたいな日に、まあなんとなく顔出して、まあ顔広げた方がいいみたいなのかなと思って、ちょっと出入りしてるうちに、してる人が仲良くなってくれた。でその人たちがアメリカ行こうって、自分たちが何曜日になんとかライブハウスで有名なジャズバンドをやってるから見に行きたいから一緒に行かないっていう感じ、でなんか行った、で行き始めたら、まあ最終的にはで行き始めたのも、最初はもうなんかその何日間って言ってたのが、そんなにちょっと行けないんで私たち遅刻してきますとか言ったら、そんな本人もあれですよね、自分が一人で行かなきゃいけないから最初ね。でまあじゃあまあしょうがない、しょうがないじゃないけど、じゃあ一緒の期間で行きましょうって伸ばして行って、その人がすごいノリノリだったのに、実はなんかアメリカ外人さんたちと会って全然会わなくて、二度と行きたくないぐらいのことを思ってるぐらい。私は逆意外といい人だったみたいな、意外とみんななんかできなくても親切にこうちょっと持ってくれたりとか、親切に聞いてくれたりとか、そういうラッキーが一番すごい多かった。なるほどね。情報ありすぎとか期待しすぎもね、よくないよね。で最初にでもやっぱり向こうに行って、じゃあレッスンだけでも受けようかな、なんか形だけでも。教会のやつ？教会の前に全然個人的になんかボイストレーニングを してくれる人って頼んどいたんですよ、向こうのピアニスト。でまあそれだけちょっとやると思い出でなるかなとか、軽いやつね。あ、そうだったんだ。そしたら当日行ったら連絡取れずに、で結局は何、急にキャンセルあるあるですね、あるあるなってたんだけど、その連絡を誰も触れなかったもんだから、仲介に入った日本人とかの子も、どうしたらいいのって、そこの会場練習場所の、一人で歌ったの。
違う違う。で昼間だからそれがコットンクラブの昼間空いてる時間にそこでレッスンやりましょうだから。へえ素敵。うん。そこでなんかみんなだから何掃除まだしてない汚い状態実は言ってましたね。うん、でも、その何そこに行ったら、誰々さんいないよ知らないバタンって閉められて、でもここで帰ったらもう永遠に会えなくなるかなと思って、うん、もっとこう誰々さん知らないですかとか知ってるしつこく聞いたの、この英語力のなさで自由の直子ズテレフォンナンバーとか知ってますかとか言って、直子はピアニストでしょ、直子ピアニスト、うんうん、直子からも電話かかってなくてで聞いて、直子からその先生に電話かけてもらったら、うん、急に来れなくなったから連絡取ろうと思ったんだけどなんかかかんなかったのよみたいな、まあ、向こうちょっとのんきなとか、うんうん、でもそれ追求しなかったら自分で、うん、そのままさよならだった、うん、やっぱりしつこさは大事よ。そうだってあそこで私あれですよ、コットンクラブの横はなんかすごい川があって、でハドソン川かなんか、はいはい、であと周りにいる人たちは英語じゃなくてなんか、うん、スペイン語ね、あ、そうそうそう、だから英語よりもっと分かりにくい人たちがベルベル喋ってる感じだったから、もうなんか殺されちゃう、どうしよう、捕まったら私川に流されちゃう、そしたら誰も分からないだろうなってそんなに日本で誰も私のこと信じて気がついてくれないと思ったぐらい恐ろしかったけど、勇気を持って英語で喋って、英語か日本語でで連絡取ってまた後日やってもらってって、すごい、そこからでそこからじゃあ何かやりたいことあるのって言って教会に行きたい、あの見に行きたい、したらじゃあ頼んであげるからなんか曲1曲練習して歌ってごらんよっていう話になって、うん、アメージングレス、アメージングレスじゃない、トータルプレスっていう曲ですけどね、うんうんうん、でそこに繋がって、すごい、でその朝も7時か6時ぐらいに起きてバスで、うん、あのすごい遠くに行って、うん、もうなんかハーレムの奥地で、そうそう、もう殺される、こんなとこ絶対行ったらいけない、危険地帯って地図に書いてもらったようなところに行って、うんうんうん、そしたらバスに乗ってなんか全員こう何やウーピーゴールドバーグの親戚したいなみたいな感じのバスで、で教会のあるところに行って、うん、とかって、そういう始まり、それ本にしたらいいんじゃないの、もう全部がなんかニューヨークの奇跡です私にとっては、ね、うん、なるほど、しました、本になる、そうですか、うん、もう映像が浮かんでます全部、映画化ニューヨークに成功してないからね、その後から、ね、いやまだこれからそれ自体が奇跡でしょ、そうそうそう、だから私がニューヨークではこうだって言うと、こう私のなんか習ってる講義してる英語の先生がニューヨークってそんな英語も喋れてないのな、そんなこと言ってないって私がアメリカに行ったことないからなんでこんなにニューヨークの話を私が聞いてるのかちょっとおかしいなって思った気があって、いや話に付き合ってあげられないから全然そう、そうですかって言ってくださる、空港までは分かる、JFK 空港は乗り換えた外人の世界のあるあるっていう感じの話を英語の先生だからしたいのにちょっとヨーロッパの方がねちょっと違うんですよね、そう違うんです、アメリカのことはよく分からない、そうそう、だからアメリカの話をする生徒さんもいたかなと思って喋ってるのに、あんまりいないの、すごい追求されてくる、あんまりいないの私はどこで喋ったらいいのこの話をみたいな、それこそアメリカにもう8年とか9年10年住んでたけど嫌な思い出しかないとかいじめられたとかそういうトラウマがある人が来ることが多いので、あ、そうなんですね、自分の英語ができなかったからだって言って、あ、それでやり直しってことね、だからあんまりそういう明らかとした感じのすごい楽しかったですみたいな聞く機会がないでしょ、あ、そうなんだ、うんうん、ますます私は怖いニューヨークとか思っちゃう、思ってんですね、うんうん、確かにあのそうですね、なんかあのイメージ的にはニューヨーク行ってみると楽しそうねっていう雰囲気がどこにもならないんですよね今初めて思ったよ、楽しそうって、楽しそうでしょ、うん、楽しそうですよ、うんうん、でもやりたいことがあるからでしょ、目的がなかったら、あともう一つあれですよ、うん、そのある程度の年齢になって、うん、じゃあ歌とか練習したいとか、うん、音楽をみんなでなんかやりたいとか、そういうことが否定されてんですよ日本で、いい年して何ってやってんの、今更何を勉強したいのとか、うんうんうん、
もう活躍してるか、うん、そのまま別にあの先生なら先生のままでいいじゃんっていう、うんうん、みんな味方するのに、向こう行くと、あ、何、歌歌えるの、そうとか、ピアノ行けるの、あ、弾いてみたら、うん、もう全然普通、普通だよね、大人でももっと年取ってたとしたら。だって今までやってきたことを全部積み重ねで、やっと今なわけじゃないですか。そう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 。なんか会社とかもそうだけど、なんかもう、40代以降仕事ないけど、やっとだよ。やっと40になって、今までやってきたことが、発揮できる。あ、はい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 。今までお世話になって会社に習ってたこともいっぱいあると思うけど、別に40代体力なくないし、うんうんうん、そんなそこらの若い人に全然元気じゃないですか。先生も元気だけど、ね、大荷物持って走り回ってますけど、ちょっとそろそろもう変わった方がいいね。ね、そうそう。そこまだ折り返し地点だもんね。そこがなんか向こうだと別に伸び伸び、なんかこっちだと勉強したり練習が悪いのかなってすっごい思った。ああ、そう。オーディション応募したりとかね。頭おかしいじゃないかな。まあ、例えばね。うんうん、あ、そうそうそう。そうね、大人になってからとか、ね。痛いね。うん、昔のアイドルみたいな年齢じゃないとそういうことを応募しちゃいけないのかな、それから何が可能性があるのっていうね。そう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 。で、言われましたもんね、あの、いや、ちょっと英語の発音習いたいんですけど、いい先生外人とかいない、知らないですかって言ったら、うん、今から英語って習って何するのって言われたんですよ。みたいな、はぁみたいな、うん、まあ、褒めなくても、あ、そうなのってぐらい言うかと思って。そうだね。うん、あ、じゃあその人に言ったらバカじゃないですか。うん、そうだね。ね、練習してちょっと上手になったんですよって、もしなったら、なっても。うん、そうですね。うん、あ、うん、そう。でも、ニューヨークはそんなことありえないから。ないないない。うん、そういうことですね。ちょっと年だからさ、みんなね、ずっと生涯いろんなこと勉強して。おじいちゃん、ひいおじいさんか、ひいおじいさんが70歳で司法書士になったよね。そういう家だからやっぱりあんまり思わないし、そういうフランス行っても40代の母がものすごくモテモテで、いろんな人にナンパされてて、まあナンパって言うと言い方悪いけど、お茶しませんかマダムみたいな、ちょっと時間を持ちです。向こうはでもなんか小娘より大人の方が相手にされるんですね。でも間違いないです、私に対する扱いと母に対する扱い違ったもんね。じゃあこれから何の奇跡を、でもそういう奇跡これから起こすんじゃなくて、今までのこと全部奇跡じゃないの。そうですね、ね、うん、フランス人の先生、あの学生時代の先生とかと話してて、最近気づいて、最近どう、忙しいって言われるじゃないですか。忙しいのはまあ忙しいですけどって言うと、日本人はおかしい、絶対それはおかしい、休むべきだ、なんとかだって否定から入る。アメリカ人はまあでも、まあ人によるけど、なんかもっとリラックスした方がいいよとか、またなんか上から言ってくる。でフランス人はなんか、ああそうなんだ、でも仕事、好きなことができるのはいいことだよねって言って終わる。否定も何もしない。フランス人、フランス生活長い人、うん、なんかまあ何人だから何っていうのはないけど、最近になって、あ、なんかフランス人っていうのみんな付き合いやすいなって、うん、否定は一切されない、年齢のことも含めてですけど、で仕事が忙しいって言って、忙しいって言ったら好きなことができるのは幸せだねって言い換えてくれる、うんうん、そっかと思って、それから何も別に、日本人はすごいなんか否定してくる、そんな生き方は間違ってるとか、それこそなんかもう年なんだからって言われて、これから40年間ずっと私は年だと思って生きていくのかと思ったら落ち込むよね、それその方が、まあ、そうですよね、うん、そういうことですよ。今からやりたいことはないんですか。タップダンスどうする。タップダンスは、タップダンスか、やってたんでしょ。軽いダンスやりたいですね、うんうん、やっぱりね、ちょっと体力不足。どこが全然ダメダメ。なんか体の軸とかそういう意味。うーん、タップダンスはね、私バレエとタップダンスをいきなり習ってらしたんです、うん、夢中打ち、うんうん、して1年ぐらい経って、うん、でその頃超流行りの岩盤浴かなんかはしたんですけど、まあ、ちょっと良くなってきてから、普通そこからヨガとかやればいいんですけど、うん、もう一気に、ね、バレエと大人です、大人だったらさ、うんうん、バレエとタップダンスやってる教室だったので、うんうん、習いに行って、うん、でまあ面白いなと思って、うんうん、でもバレエは
1年弱ぐらいでやっぱりちょっと寒くなる頃に無理して伸ばすとやっぱりちょっとどっか、ね、傷んだりするんで、まあ、そこでちょっと一旦やめ、休んで、まあ、たまに復帰したりぐらいな感じ、同じところなんで、でタップはずっと続けたんですけど、だからニューヨーク行ってもタップダンスの靴持って行ったんですよ、すごいですよね、ブロードウェイなんとかセンターに登録して、そこのスチューデントだったんですよ、そこのスチューデントだったんですね、そこに、ね、習いに行くと、でもなんか何体がなんていうの活性化される、活性化されて、それから歌った方が良い声出るとか、そういう意味ね、でいい滞在中に何日かでも通うとやっぱりいいので、だからタップは、まあ、ちょっと久しぶりにやりたいですけど、ちょうどだからうちの教室のすぐ近くに本当はね3分くらい歩いたところになぜかさっきもスケジュールで見たんですけどね、久しぶりに水曜日の夜、ね、ちょうど会うとねいいかなと思ったけど、まあちょっとまあ今会わないなと思いつつ、そうですか、水曜日の夜行けるじゃないですか、そういう感じなんですよ、ちょっとやっぱり体力がね、体力って何のことを言うの、疲れやすいとかそういうこと、最近疲れやすくてとかそういうのもよくわかんないんですよ、まあ、ダラダラしてると疲れやすかったりとかするじゃないですか多分高校生くらいの時の方がなんかだるいとかあった、若い時の方が不定収束が多かった、あ、そういうのありますよね、今の方が元気でしょ、まあ、どっかおかしいとこあるかもしれないけど、もうちょっと10年か15年前の方がもっと不安定なのかって言ってましたよね、今の方が割と元気安定してきた、まあ、それがありますよね、ありますね、いろんなバランスでなんか、その時々で確かに、あとやっぱ歩くといい、東京とかこっちにいると、ニューヨークでもいそうなんですけど、歩くしかないから、地下鉄とか乗ったりすると、すごい量歩く、で、中部にいると、車とか地下鉄でも大して動かないから、全然体力なし、美味しかったですね、年末年始で話が溜まってるから、食べてばっかりまだこの後出てくるので、そうなんですか、はい、すごいね、私これ少ないかと思ったんだけど、人間、ね、終わりでしょ、ね、朝食べてなくて、で朝のレッスンで、ね、今日は食レポをやりたいですっていう人がいて、英語でご飯食べながら説明しててずっと海外に住んでる日本人の方 でなんかこれは納豆でこうやって作りますとか、これはお魚でとかってなんか説明英語で一生懸命してそれを見させないんですよもう納豆食べたいと鮭食べたいみたいな45分それをこうやって見るんですか、それはなんとかですよって言うのを中に、で説明の仕方を、あ、大事なの、いるのその人必要なの、英語で説明したい食べ方とかその料理の仕方とか、すごいですね、まあ、いずれ YouTube とかやりたいっておっしゃってます、ああやりたいんですけど、あ、まあでもそういう人が習いに来るんですね、そんな人周りにいないもん、あ、そうですか、だいたい英語習いたいっていう人自体がかすかしかいないのに、今までいろいろもう7年8年の付き合いなんで、いろ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 やって、で今度は食レポをやってみたいっていう、汚れたんですか、はい、もうやだ、もう絶対食べるときエプロンにする、全身エプロン、食べるのにエプロン、珍しい、私もなんかこういうとこ跳ねたりするのあれしますけど、上回りますよね、もう白とか汚しちゃいけないものだけ汚す、この前のコートのところで取れない、これもそうなんですか、なんかついちゃって、え、何で洗ったんですか、あれがいいですよ、あのお皿洗うやつ、食器用洗剤、ジョイとか中性洗剤、そうそうそう、私ママレモン見ちゃうんですけど、ママレモン分かりますよ、今売ってないね、もうないですレッドジョイとか言わないとダメかな、ママレモン、ママレモン、ママレモン、ああいう中性洗剤の方が取れますよ、分かりますか、はい、みんなどうしてるの、こぼさない、こぼさないここはなんか引いた方がいいですね、マスクにあった方が良かった、バスタオル、バスタオル、ダメです、こんなちっちゃいハンカチが足りません、そうね、バスタオル、
は膝掛けは。それ寒いからですかね。そうですね。昨日なんか三つ葉のこと四つ葉って言ってたよね。幸せの印です。四つ葉が基本じゃないですか。違います。三つ葉が基本。そういう三つ葉じゃないでしょ。お料理に入ってる三つ葉の話をしてるんでしょ。一緒じゃないの？違うの。おすましに四つ葉が入ってるの。幸せじゃないですか。お料理番組で、それでは四つ葉を入れてる、はい、先生ちょっと四つ葉をここに入れてくださいって言ってこれで皆さんに幸せが訪れますよね。三つ葉石鹸ってありませんか。あ、ないか。シャボン玉石鹸と三年石鹸しかしない。三中部地方の石鹸。三タタタ我が三つっていう。あ、あった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 。三つ葉か。三つ葉。あ、カタカナの三つ葉。ちょっとなんか見すぎる。あの悔しいけど知ってる。なんで知ってる。悔しいじゃないですか。おばあちゃんしか知らないんじゃない。子供の時はギリギリやってました。あ、そうなんですね。うん。あとこれ懐かしいなんとか特集みたいなのやったね。ああ、で結構やりますよね。なんか三つ知ってる。あとなんか懐かしいですけど、あのなんかここにスカーフ巻いてリボンちゃんでしょ。違う、バイクの隣に。ガソリンスタンドのコマーション。知らないです、それは。リボンちゃんじゃない。リボンちゃんじゃない。何リボンちゃんって。オレンジジュースかなんかの。ああ、そうですか。リボンの騎士じゃない。リボンの騎士じゃない。リボンの騎士。リボンの騎士がついた鉛筆くずが持ってる。あ、そうなの。買ってもらえたの。買ってもらいました。私、バックスバニーだったよ。ガガガガガガじゃない。もちろん、あの私もぐるぐるで、あの鉛筆の芯が詰まっちゃってさ、逆に回すと取れるのね、あれね。おしまい。おめでとうございます。おめでとうございます。花火。逆さま。いやいや。花火。この間よりゆっくりじゃない花火。よかったですね。良かったですね。良かったね。誰に良かったんですか。それもこちゃんじゃないですか。うん、架空のペット。架空。じゃあ気づいたんですよ。なんかあのお散歩してるワンちゃんの飼い主さんとかの会話ってそんな感じなの。みんな私がこう撫でていいですかって撫でたりするじゃない。なんとかちゃん良かったねみたいな。良かったねって。そう。それが印象に残ってんだよ、私が。まあ、良かったかどうか分かんないですね。人に頭なでやられてる。でも私が可愛いですねとかよく可愛いって良かったねって。ああ、そういうことですね。うん、はい。分かりました。てるよ。はい、梅干しアイス。良かったですね。何？私ないの。あ、今のは心のこもって良かったですね。あ、私ないの。いいな。あ、ちょっとすごい美味しい。スプーンにして、スプーン。いちごかな。はい。でもすごい美味しいね。バラっぽくさもある。美味しいじゃないラズベリーかな。ラズベリーかな。ちょっとない、美味しいね。ないですよ、私も。うん、プレゼント食べていい。これ食べないの。どうしたらいい。取りますか。取らなくていいです。面白くないじゃないですか。はい、おめでとうございます。これおめでとうございます。